あっさりと岩本町に着きました。ここからポチポチ歩いていきましょう。やっぱり小雨降ってますね。傘さすかどうかの分かれ目ってとこですね。わざわざ秋葉原に来たってのは暇ってのもあるんですがね、 SD カードを買いに来たんですよ。マイクロ SD カードをアダプターで使ったんですけどね、やっぱりなんか無理があるみたいなんですよね。まあ、記憶チップは同じかと思うんですがね、どうも端子から記憶チップに至る回路がどうもなんか線が細いとかそういうのになんか弱い気がするんですよね。そのせいもあるのか、容量がいっぱい近くになったり電池電圧が下がるとどこも反応が鈍いんですよね。それにやっぱり物理的に小さいからなんかキャシャーって感じですよね。SD カードならね、ああいったごっついねカバーでバリアがありますけどね、マイクロ SD だと本当にペラペラでね、ちょっとねこうつまみ方間違えたらペキっていっちゃうっていうちょっとおっかなさありますからね。まあ、利便性から言ったらマイクロ SD なんですがね、やっぱり丈夫さから言ったら SD カードですかね。まあ、そういうのでまだまだ需要があるので売ってるんでしょうね。なんかみんなマイクロ SD とアダプターでいいわけですからね。今は通販で安く買うっていう手があるのに、何もわざわざ実際の店舗まで出かけることはないっていうのもあるんですけどね。精密機械、まあ、マイクロ SD、SD カード、そういうの買うと送料無料ってわけにはいかないんですよね。まあ、高いところだと佐川急便とかで600円、800円とかかけるところもありますけど、まあ、安くとも送料250円ぐらいはかかるんですよ。だから600円ぐらいの SD、マイクロ SD あったとしても、その半分ぐらいに当たる価格が送料ってわけですからね。で、850円か。そんなに安いなとは思わないですよね。だから、こういう暇な時にね、実店舗まで足を運んだ方が私の場合は安いってわけなんですよ。今からね、その SD カードを買いに行くっていうのは、いわゆるジャンク街ですか。そこにね、とても安い店があるんですよ。そこも通販やってるんですがね、やっぱり通販だと送料がかかるんで、それでまあ歩いてこう行ってるわけなんです。秋葉原でこういう格好だとまあガチっちゃガチなんでね、なんかどうってことないですね。まあ本人が気にするかどうかまあそれの問題なんですけどね、まあ私はあんまり気にしないんですが、私の知る限りにおいてこの秋葉原の通称ジャンク街、この入り口のねすぐそこにある秋葉を、ここがSD カード、マイクロ SD カード安いんですよね。在庫あればいいんですけどね、まあ、とにかく買ってきましょう。買ってきました。キオクシアというブランドの 32GB SD カード、元は東芝の SD カードという話です。で、これ日本製なんですよね。ちゃんとメイドインジャパンと入ってます。店員さんもこれ中身のチップは日本製だと言ってますね。まあ信頼のおけるものでしょう。値段なんですがね、税抜き490円、税込みで540円ですからね、当然自分の足で買いに来てるんで送料かかんない。540円で 32GB SD カード1枚買えるんですからね、いや実に安いです。しかもキオクシア、元東芝っていうちゃんとしたメーカーですからね、まあ、言うことはないですね。秋葉に来たんでもう一個実店舗行ってみましょう。まあはっきり言ってね、実店舗で買うよりも配送頼んだ方がいいんですよね。これから行くヨドバシカメラはね、エクストリームサービスね、あれでやった方が良かったりするんですよ。店にない在庫でもね、ネットではあったりするんでね。まあでもあの店の根元にね、唐揚げ屋があるんでね、食い放題のね。今日は食い放題やらないでお持ち帰りを買おうと思います。本来今日山に行く予定でね、まあ、そこそこ予算の覚悟はできてたんでね、まあ SD カードと唐揚げ合わせても1000円ぐらいだし、あと秋葉原のヨドバシカメラでね、ちょっとメイク落とし欲しいんですよね。まあ、それも300円ぐらいかな。まあ行ってみましょう。
とりあえずヨドバシカメラ行きましょう。駅の出口からすぐですね、 TX の人は。メイク落としとついでに化粧水も買ってきました。こういう格好してるとね、こういう女性向きの化粧品買いやすいです。今日は売ってないですね。売ってる時はここにお土産用として1パック500円くらいかなであるんですがね、ここ食べ放題で有名な唐揚げ屋さんでしてね、食べ放題もまあいいんですがね、明日明後日山に登るって言うんならいいんですがね、そこでちょっとオーバーカロリーになっちゃってね、この年だとカロリーで太っていると落とすの大変なんですわ。だからそれはまたそういった体を動かす予定のある時にしましょう。ってことは今日は唐揚げはなしということになりますね。30分で1000円ですな。新宿の100円ケーキは店なくなっちゃいましたけど、こっちは健在ですね。いろんな面白いのありますね。これやっぱり食べる前は舌がラーメンになっちゃいますよね。いやこれ本当にどんな味するんでしょうかね。餃子もある。これは不思議な。こっちにありますね。これはいやちゃんと100円ケーキ、秋葉原なら健在ですね。唐揚げが手に入らなかったんで、まあその代わりみたいなもんですね。ケーキを3個買いました。天気予報きちっと当たりましたね。私としてはね、いい方向に外れてほしかったんですがね、そうもいきませんね。晴れればね、山に行く予定だったんですがね、まあ、それでもうね、自分の中で出たい衝動があって、うちの中にいてもしょうがないってんで、まあ、思いつきで今日は外出してみました。で今日大失敗しましてね、うち洗濯物出しっぱなしなんですよ。一日中うちにいればね、雨が降ってきてもすぐ取り込めるってんで干しっぱなしだったのがこれですからね。まあ明日晴れるんで出しときゃまた乾くんですがね、本当にね、私が休みの日に限って雨が降る、闇ですかねこれはね。まあ自然のもんだからしょうがないです。今日はね、それなりに必要なもの、欲しいものは買ったんでね、もう帰るといたしますか。もう雨だしね、もうこれ以上やっててもしょうがないんで、ここ JR の駅前なんですがね、これから岩本町の方に歩いて帰ることにいたします。今日はこの辺で終わりにいたしましょう。ノンダクレでした。